ちはシール、メイルです。今日はシールの4回目の誕生日、キラナガーデンに遊びに来ました。シールよりウキウキのメイルは、ここのドッグランが大好きなんです。シールは他のワンちゃんがいるドッグランの方が好きだけど、レストランもあるので楽しみにしていてね。パパの仕事が終わり、夕方に遊びに来ました。予約したワンちゃんと一緒に座れるレストランクレアに向かいます。寄り道大好きなシエルで、ドッグランがあるバーベキュー施設のここキラナガーデンはもうおなじみですが、開放感のある広いバーベキュー施設で、1階にはワンちゃんと食事ができるレストランがあります。ドッグランで遊んだからお水をガブ飲みするシエル。本日のメニューの説明がありました。飼い主はコースを、シエルたちにはワンちゃん用ハンバーグを注文。ケーキもあるよ。ワンちゃん用ハンバーグが来ました。最近よくおしゃべりするシエルで、口をパクパクしながら何かを訴えます。あのさ、 iPhone をさ、どうしようか問題が結構さ、大した話じゃないけどさ、15やってたさ、今ほら寝る前のさ、寝る前にさ、あれ寝る前用のスマホがあるじゃん、あれがもうアップデートできない。 iPhone7 だからダメなの、あれの代わりが欲しいんだけど、iPhone8 買ってもすぐ使えなくなるじゃん、で iPhone12 をだからそれにして、だからそれもなんかもったいない。 iPhone12 って今下取りで4万2、3000円つくんだけどさ、どうでもいい話だからって結構決めかねて、結構すごいくだらない話でさ、やんないのは分かってるんだけど。お待たせいたしました。まずコース料理のこちらサラダでございます。飼い主の前菜が到着。ロースハムとこちらブロック野菜のマヨネーズ添えのサラダでございます。ちょっとペース遅くて、あ、いえ大丈夫です。はい、それ4はどこで買ってきたの、これ。食べたいね、お腹空いたもんね、もうね、分かってるんだけど、なんで消したんだよって、私消そうと思ってたのに、今切りついていいよ。消えるの？やっとケーキにかぶりつけたシエル。どうした？足んないよね。ハムのグラタンソース、長芋風味のベシャメルソース。はい。言うことくらい。iPhone 系に興味がないじゃん。うん。まあ、しょうがないかなっていう感じだから。とかね。だいぶそんな低い声出しちゃうと思わない。無視してるか、無視してるか。また喋り出すシエル。何言ってるのシエル。何シエル、4歳にしてね、喋れるようになってきたのシエル。このバスクチーズケーキはとても美味しいのですが、以前パパが初めてこのチーズケーキを食べようとして注文した時に、メイルが肉の塊を喉に詰まらせ、息がほとんどできなく舌が紫になってしまいました。
慌てて救急病院へ連れて行くことに。テーブルの料理はそのまま、チーズケーキも食べれず、タクシーに乗ろうとしたところ、ベイルが自力で肉の塊を大量の泡と一緒に吐き出しました。みるみる舌の血色が赤く戻り、無事でした。すぐにお腹すいたというメイルの自己治癒力の高さに感動。大事をとって帰って安静にしていましたが、このチーズケーキを見るたびにその時のことを思い出してしまいます。高速ハイタッチを繰り返すシエル、ようやく落ち着きました。そんなこんなで4歳になったうちの愛するパピヨン、膝がパテラ以外は体調がよく病気などもしていません。あっという間に4歳になったシエル、これからもたくさんの場所に行こうね。メイルもね、一緒にいろいろな経験をしていろんなものを一緒に見たいと思う飼い主でした。レストランを出たらもうすっかり暗く、ドッグランで寒くなったら焚き木のそばで過ごすこともできます。食後の運動にドッグランに戻りました。キラナガーデンでは週末など FM キララという DJ ブースが音楽でバーベキューやパーティーを盛り上げてくれます。ランに来て目が覚めたワンズ、ドッグランで5分ほど遊んでいると、聞いてないね。キラナガーデンならではの嬉しい演出でした。シエル、メイルのおかげで日々癒されて楽しい飼い主。皆さんもシエルの誕生日にお付き合いをしていただきありがとうございました。これからもシエル、メイルの成長を一緒に見守っていただけたら嬉しいです。そしてよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のシエル&メイルチャンネルでお会いしましょう。